国会の動きですが、2018年度予算案を採決します衆議院本会議が始まりました。本会議ではまず野党側が提出した衆議院予算委員会の河村予算委員長の解任決議案が採決されます。でこれは与党側の反対多数で否決される見通しです。でその後2018年度予算案の採決に移ります。与野党による討論を経て予算案は与党側の賛成多数で可決され参議院に送られます。衆議院本会議は今夜遅くまで開かれる見通しです。速報でした。